2011年3月、在ケニア日本大使館を訪問。左から、脇売り、サムエル・ワンジル、ライラ・オディンガ・ダグラス脇売りは、ケニアの男子マラソン選手である。ケニアのランガト地区で育つ。1980年代前半、世界の男子マラソンをリードしていた、セコ・トシヒコに憧れて、19歳の時に、SB 食品陸上部に入部し、名白楽。 中村清監督の指導により、生来の素質を開花させていった。1987年に世界陸上選手権で優勝。翌1988年のソウルオリンピックで銀メダルを獲得し、世界のマラソン選手のトップアスリートとしての地位を確立。1990年代初頭には、ジェリンド・ボルディン、スティーブ・モネゲッキと共に、マラソン世界三強と歌われた選手だった。 1991年以降は低迷したが、1995年のワールドカップマラソンでは優勝した。しかし、1996年のアトランタオリンピックには出場ならず、現役を引退した。現在は日本のナス町在住で各地のマラソン大会にゲスト出場するかたわら、歌手としても活動している。2009年5月。 故郷ケニアで開催された自然環境保護をテーマとしたハーフマラソン大会では実行委員長を務めた歌手としていくつかのアルバムを発表している。ありがとうございます。